皆さん、こんにちは。俳優の里見浩太郎さんといえば、元東映の時代劇スターにして、水戸黄門、隠密同心、長七郎天下御免、長七郎江戸日記など、テレビ時代劇で有名な日本が誇る大御所俳優です。いかにも人格円満、品行方正というイメージの里見浩太郎さん。しかし、かつて全盛を誇った銀幕スターということもあり、過去には様々ないざこざを起こしたことがあります。今回は里見浩太郎さんの私生活について深掘りしていきたいと思います。1964年、まだ27歳だった里見浩太郎さんは、ハワイのホノルルに行った帰り、先輩役者にそそのかされ、ある事件を引き起こしてしまいます。リボルバー拳銃を一丁スーツケースの底に忍ばせて、密かに日本に持ち帰った罪で懲役8ヶ月、執行猶予3年の判決を受けています。まだ、スターがスターであった時代の話であり、今であれば大きな問題となって世間から大バッシングを浴びたところでしょう。もちろん大問題にはなりましたが、その後の俳優人生を終わらせるようなことにはなりませんでした。その後の活躍を見れば、一目瞭然でしょう。そして、税関の持ち物検査もスターには甘かったようです。これ以後、空港の税関には金属探知機が取り入れられるようになりました。ちなみに、里見浩太郎さんをそそのかした先輩役者とは、今は亡き俳優の山城慎吾さんです。謹慎を余儀なくされた里見浩太郎さんは、書類送検の後起訴されて、1965年2月に懲役8月、執行猶予3年の判決を受けました。判決後、里見浩太郎さんは静岡県の方向寺にこもります。座禅を組む里見浩太郎さんに、住職は、君がどんなに美しい顔を持ち、どんな芸をし、どんなに立派なことを言ってみても、人間の道から外れたら全ては嘘になってしまう、と説教したそうです。みそぎが済み、里見浩太郎さんは仕事に復帰しました。里見浩太郎さんは2度の結婚歴があります。1度目の相手は産婦人科医の娘で、ミス横浜にも選ばれた美人でした。2人は1966年3月ゴールインして、翌年には長男圭介さんを設けました。1970年には芸名を里見浩太郎から里見浩太郎に改名します。ただ、夫婦の幸せは長くは続かず、1970年代に入ると、里見浩太郎さんが時代劇に引っ張りだこになったことで、すれ違いが続き、1974年に離婚しています。二人の間には男の子が一人います。その後、1976年、里見浩太郎さんはパンアメリカン航空のキャビンアテンダントと再婚しましたが、子供はいないようです。里見浩太郎さんは不遇の東映時代を経て、テレビ時代劇のスターとなりました。里見浩太郎さんは本名を佐野国俊と言い、1936年11月28日生まれで、現在85歳。実は時代劇俳優としては遅咲きでした。北王子欣也さんや松方弘樹さんが、市川右太衛、近衛十四郎という大看板の息子であったのに対して、里見浩太郎さんは1956年1回のニューフェイスとして時代劇全盛の東映に入りました。東映在籍中は、時代劇、任侠、実録路線でも目立った主役を張ることはできなかった里見浩太郎さん。映画に代わって人気となったテレビ時代劇に転じ、1971年水戸黄門の初代助さんだった杉良太郎さんに代わって、助さん役を演じて人気を博します。その後は華麗なる殺人で、さまざまな人気テレビ時代劇の主役を演じた里見浩太郎さん。2002年からは、ついに水戸黄門の黄門様を演じるようになりました。里見浩太郎さんは決して器用な俳優ではありませんでした。華麗な立ち回り、繊細な演技、すべてはコツコツと努力を続けてきた結果であり、今のポジションを自ら築いてきた俳優です。そんな里見浩太郎さん、最近では現代劇にも進出しています。フジテレビで放送されたドラマ「リーガルハイ」では、謎の事務員を
コミカルかつ上品に演じ、番組に深みをもたらしました。またテレビ朝日の人気シリーズ渡瀬恒彦さんの警視庁捜査一課9係に出演した里見光太郎さん、温厚ながら貫禄のある警視総監役をさらりと演じていました。その悪のなさで常に共演者の二枚目か、子供向けの時代劇のヒーローに甘んじていた東映の時代劇時代の里見光太郎さん。里見光太郎さんのその後の活躍ぶりは、映画の日活で石原裕次郎さんや渡哲也さんに出遅れデビューした高橋英樹さんが後にテレビ時代劇に進出して人気者になったのとよく似ています。里見光太郎さんと高橋英樹さんに共通するのは、俳優としての生真面目さというところでしょう。映画にしろテレビドラマにしろ、一時爆発的人気を誇りながら徐々に活躍の場が減り、今ではいたことすら忘れられている役者はいくらでもいます。その中で活躍し続ける役者は一握りであり、相当な努力が必要だと思われます。現在里見光太郎さんには病気にかかっているというような情報はありません。唯一報じられているのは、血圧が急上昇しやすい体質であることを公表しています。医師にはピストル血圧と指摘されているそうで、喜ぶなど血圧がちょっとしたことで上がる体質なのだそうです。ピストル血圧を招く原因はメンタルや自分へのプレッシャーだそうです。誰しも身近な病気とも言えます。里見光太郎さんはうまくコントロールしながら生活しているとのことです。さて、里見光太郎さんは元妻との間に子供がおり、現在は俳優として活躍しています。里見光太郎さんの息子さんの名前は佐野圭介さんといい、1967年10月15日生まれで、すでに55歳になります。カエルの子はカエルであり、里見光太郎さんの息子佐野圭介さんは明大中野高校時代から俳優を志していましたが、父である里見光太郎さんに猛反対を受けたそうです。里見光太郎さんにすれば、自分が若い頃の不遇時代を考えると決して俳優を進めることなどできなかったのでしょう。しかし佐野圭介さん本人の意志は固く、東邦学園大学演劇科に入学し、卒業後には俳優座の研究生となります。そして1990年には日本テレビの新春時代劇スペシャル、もみの木は残ったで里見光太郎さんと親子共演を果たすとともに俳優デビューを飾りました。翌1991年1月には初舞台である波我が愛の演技が今井正監督に認められ、同年9月には戦争と青春で映画デビューを果たしました。そしてオリーブ新人俳優賞と日本アカデミー新人俳優賞を受賞しました。佐野圭介さんは離婚して離れていたとはいえ、大スターである里見光太郎さんが父親ですので、お手伝いさんが何人もいる一等地の大豪邸で何の不自由もなく暮らしていたそうです。そのためもあってか、佐野圭介さんの妻で女優の大谷舞子さんから精神年齢は5歳と言われているそうです。昭和の大スターが子供を甘やかすのは芸能界あるあるの一つと言えます。そして大体の2世タレントはバラエティ番組のタレントになる傾向が高いです。しかしお父さんと同じく時代劇にも出演する佐野圭介さんですが、それに対する取り組みはかなり本格的なものでした。なんと創作舞踊団正藤流に入り所作を学び、それを磨き続けた結果幹部師範にまでなったそうです。最近の2世タレントで劇団を経験している人はあまりいないのではないでしょうか。佐野圭介さんは地道に演技の腕を磨いていたことがよくわかります。チームワークも学べて良い経験であるとの旨を語っていますが、反対を押し切って入った芸能界、やはりそれ相応の鍛錬を積んでいるようです。ご本人の性格はもちろん、舞台に立てば真剣ですが、プライベートは気さくなアイデアマンといった面も見られるそうです。特に自称される兄オタの一面は、もはや里見光太郎さんの息子というイメージを吹き飛ばすのではないでしょうか。さて、動く演技に歌声にと、まだまだ現役バリバリの里見光太郎さん、
昔の俳優は先輩後輩で兄弟分のような関係にあることが多かったように思います。弟のように可愛がっていた松方弘樹さんの訃報を聞いた時の里見浩太郎さんの沈痛な思いは計り知れません。松方弘樹さんや高倉健さん、菅原文太さんなど昭和の大スターが次々と亡くなっています。古き良き昭和の芸能界を知る里見浩太郎さんにはまだまだ活躍していただきたいです。完全懲悪という分かりやすいストーリーで老若男女を問わず親しまれていた水戸黄門、テレビシリーズで最後の水戸黄門を演じたのが里見浩太郎さんです。実は過去に助さん、賀来さんも演じています。水戸光圀を演じた歴代キャストの中で助さん、賀来さん、水戸光圀を演じたのは里見浩太郎さんただ一人です。そのため水戸黄門への思い入れは人一倍だと言われています。いかがだったでしょうか。今回は里見浩太郎さんの私生活について深掘りしてきました。テレビシリーズの水戸黄門が2011年に一旦終了となりましたが、2017年に BS、TBS で水戸黄門の復活が報じられました。僕にオファーがなかったのは寂しい。誰が演じるにしても視聴者を裏切らない番組にしてほしい。復活する水戸黄門について里見浩太郎さんはこのような発言をしています。長年にわたり水戸黄門に貢献してきた俳優として今後も特別出演に期待したいところです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。